こんにちは、しどうも山桃です。今まで皆様に隠していたことがあります。こちらですね、寝室を出たもその右横に収納スペースがあるんですね、我が家ね。覚悟はいいですか？何もぐちゃぐちゃになるまで放置してしまっていたこと、そしてこれを皆様に隠してしまっていたこと、お詫び申し上げます。前置き長いな、片付けていきます。細長い収納ボックスを買いました。お墓ってちょうど2段に積むといいサイズ感やなっていうのを買いましたので、これにねちょっとしっかりとまとめていこうと思います。じゃあまずここのもう出すとこから始めなあかん。出してちょっと掃除せんといかんかもしれんから出すわ。出します。それじゃあこの中のものをどんどんと出していこうと思います。毎度おなじみダイソーで買える万能クリーナーシートでしっかりと汚れも拭き取っておきます。少しずつね綺麗になってきてるように見えてるかもしれませんが、これただただ床に置いてるだけやからね。今一旦取り出して箱に移し替えていこうの巻きなので、床がねとんでもないことになっております。皆さんから見えてないかもしれないんですけどね、この後床のものをどんどんと入れていこうと思います。こういう説明書系って結局読み返さへんのでもう捨てておきます。ここはねなんか工具箱入れみたいにしてるんやけど、なんかもう全然整理整頓してなかったから、この中もねぐっちゃぐちゃなので、もういらないものは捨てていきます。いつも組み立てた後のネジとか予備で取っとくんやけど、今まで一回も使ったことがないので、ホームセンターとかで手に入りそうな一般的なネジとかはもう捨てます。ありがたいことにねいただいたパックたちです。ほんまにみんなプレゼント送ってくれてありがとう。パックも横に向けた状態で綺麗にこの収納ボックスに入りました。この丸っこいシールに名前を書いて中に何が入ってるか分かるようにして収納しておきます。高さのあるものは若干収納しにくかったので、これ無印で買ってる、これ何やっけな、持ち手付きファイルボックスに入れておきます。ネイル用品もねすごいごちゃついた入れ方をしてしまっていたので、ここにまとめておきます。
ね、あっという間にね別日ですね。取り残されてた段のものを出して、そして収納していきます。これ頭につけるライトですね。じいちゃんが持ってて便利やなと思って、なんかあった時便利やなと思って私も買いました。床こんな感じ。なんか配線系が本当に多くって、もうぐっちゃぐちゃやから、その辺も断捨離していこうと思います。ピチピチピッチのゲーム、これめっちゃ懐かしい、いいからです、いいから。ほんでこれは私の DS のゲームコレクションですね。キラレボとかめっちゃ懐かしくない？ちょっとやりたくなってくんな DS のゲーム。 DS のゲームはね、私ティアクライスってやつとサバイバルキッズがめっちゃ好きです。本当に面白いです。充電器とかがいっぱいあって、何が使えて何が使われへんのかね、後で確かめようと思います。で、配線が本当に多くって、なんかそういうね電子機器買うともう絶対配線ついてくんねんけど、もうそんなにいらんっていうぐらいね、なんかタイプ C の配線とかがあったので、使ってないコンセントとかはほんまにもう断捨離します。説明書系も最近はネットで検索したらすぐ出てくるので、もう捨てちゃいます。保証書だけ残しとく。懐かしい過去の携帯たち、ガラケーまで残ってるからね。これ充電器も私持ってて、刺したら中身も見れるようになってます。こういうの残しちゃうんよな、ついつい。これは電子回路です。指先が冷たくなってきたりして動きにくくなるから、これ買ってみたんやけどめっちゃいい。これも楽天で買いました。楽天で買ったやつは概要欄に貼ってる楽天ルームってとこに載せてるんやけど、まあ、楽天ルームから購入していただくと私なんかポイント入んのよ。私にポイント入れたくねーって人はね、私の楽天ルーム覗いてから自分で検索して買って、もし私にポイント入ってもいいよって方はね、そのまま買ってくれたらまあ嬉しいかなって感じやけど、楽天で買ったやつはね全部楽天ルームに記録してるので、まあ参考程度に見ていただけたらと思います。Mama used to tell me, gotta use you when you're ready. Cause I ain't working on my own timing. Ain't got no diamonds on me, but I stay shining. Yeah, yeah. They say the world would be a better place if we take out the hate. Stop all the hate right now. Yeah, let's keep it real. It'd be better if we just subtract the fake. Yeah, so be a light up on my path. And...配線系をまとめるバンドみたいなのも買ったんやけど、まだ届いてないので、それが届き次第ねちょっとまとめようかなと思います。残りのこの上の段のものを出していくんですけれども、この上の段に置いてるやつなんかね、書類系が多くって、ちょっとねあんまり見せれないものが結構ありましたので、割とカットしちゃってます。あとは懐かしい写真とかを残してますね。
中学校高校時代の写真見ちゃってる。私の中学時代のファッションセンスマジ皆無、やばすぎた。キスマークの半袖のパーカー着てんの何それ、みたいなファッションセンスをしてました。友達からもらったアルバムとかもね、ちょっとついつい見返しちゃうよね。この辺は私の大好きな64のゲーム五右衛門の攻略本ですね。これ私ね、幼稚園の時から持ってるやつなんやけど、幼稚園の時ね、もうこの五右衛門の攻略本をね常に持ち歩いてた思い出の一品なんですよね。捨てれないんですよ。割と好きなゲームの攻略本は買っちまいますね。というわけで、この中に入ってたあのごちついたものたちを全部収納ボックスに入れたので、その様子もご覧ください。どうぞ。収納し終わりました。上はねこんな感じにしております。奥にはねあの魔女宅のね完成してないパズルが置いてありまして、流しそうめんの機械ね。ここ絶妙な隙間空いてるんやけど、ここはねこっちまで寄せちゃうとこれが取り出せなくなっちゃうので、ちょっと余白を開けてます。その余白に若干ね物を置いてます。工具箱とかもあの辺に置いてます。ちょうどねこのサイズのボックスが長さも横幅もこんだけ詰めたらベストやったのでこれにしましたが、よかった、正解やな、統一感出たわ。丸っこいこのねステッカーね、今100均でこういうね丸っこいステッカー売ってるので、それで貼ってあげたらちょっと可愛いんじゃないかなと思います。よく使う方をこの2段目のね上の方に置いてまして、あんまり使わへん方をこっちのなんか下の方にしてます。てな感じでできました。片付け終わりました。こういうこまごましたところとかも片付けて大掃除やっていこうと思います。みんなも頑張ろう。今日も見ていただきありがとうございました。ほなまたね、バイバイ。